今回はあ生活保護の話題です。あの、あやさちゃんのね、えー、の動画を見て思ったんですけども、私もそうだなーっていう風に感じたんですよ。要するにね、あなたよりも辛い人が、状況の悪い人がこんなに頑張ってるんだから、だからあなたも頑張りなさいっていうね、妙な理屈ですよね、これは。これはだからね、あのー、旧日本陸軍の、あのー、知った激励の多分、こう言葉だと思うんですよ。 ま、それをね、今の時代にまためり込ませてこようっていうのがね、もうちょっとこう時代遅れ、時代錯誤というか、分かっちゃいないなと。あの、世界中のどっかには自分よりも辛い人確かにいますよ。うん、でも、誰が一番辛いかって、自分自身が一番辛いわけじゃないですか。うん、だからね、そういうふうにね、比較対象で無理やりな論拠を作ってくるっていうのは、もう今は通用しないっていうかね、それは間違いだったわけですよ。自分よりも大変な人がいるのは、それは百も承知で、でも、 その問題と自分の辛さ、要するに生活保護を受給するかどうかっていうのはまた別の問題ですよ。まずは自分の生活保護を何とか通してほしいと。それをね、他の人が頑張ってるからあんたはダメですっていうなんか妙な理由ですよね。じゃあ他の人がみんな生活保護を受けてたら私も受けれるんですかってことになっちゃうわけですよ。だからそうじゃない。一人一人ちゃんと審査しましょうってことですよね。えー、そして生活保護の 面談に来てるってことは、申し込みに来てるってことは、もうね、あの、ここにしか耐えることができないんですっていうのはもう、それが全てですよ。で、あと、不正受給の問題もありますけども、不正受給がもし存在するとしたら、役所の、それは問題です。受給した人に罪はないと思いますよ。だって、誰が犯行しをして、誰が現金用意して、誰がお金を渡したんですかってことじゃないですか。で、不正だって言うんだったら、それは、役所の落ち度ですよ。それは民間人がね、人のことを指さして、あいつは不正だっていうことではないですよね。 いつかそんな、ね、他人のことがジャッジできるぐらい偉くなったんですかね日本国民っていうのは自分の収入そして自分の資質と生活保護の方が暮らしてることはもう全くね切り離して考えないと妬んだりとかね自分よりも所得があ,のあるないとかねただでもらってるとかでまあそういうねもう耳っちい根性で話すようなことではないんですよ、うん、で生活保護だって別に楽じゃないですからねもらってもまあ私当事者ないんで当事者じゃないんでこんなこと言ったら申し訳ないんですけどもただ生活保護が そんなに楽なんだったらね、生活保護の問題起きてないわけですよ。生活保護の自給者の中で、その自殺率って受けてない方に比べて2.4倍になるわけですよ。ね。だから100人中お一人の方が生活を苦にお亡くなりになっているとしたらね、生活保護を受けると100人中2.4人になるわけですよ。 恐ろしくないですか <laughs> 恐ろしいと思うんですけどね、こういうの。うん、だから生活護を受けたら、もうちょっとね、余裕ある暮らしが待ってないといけないかなと思うんですよ。そして、よし、生活保護のお世話になったから、元気になったぞと、社会復帰するぞっていう風な気持ちにさせるような生活設計じゃないとね、何も保護してないってことになっちゃいますよね。うん、もちろんね、ずっと生活保護じゃないと生きていけない方とかもいるんで、それはそれでいたわっていきましょうよ。ね、元気な人が、力のある人が世の中を動かして、面倒を見てあげるっていうかね、 結を持ってあげるみたいなね。まあ、そんな形でいいじゃないですかね。うん。だから、得意分野がある人は、金稼ぐのが得意な人は、お金稼ぐのが苦手な人のことをね、ちゃんとフォローしてあげると。その代わり、お金稼ぐのが苦手だけども、お金をしっかり稼いでる人はね、いたることができる人は、いたわってあげればいいわけだし、なんか、それぞれの持ち分で、世の中ってできてるんじゃないですかね。うん。一人一人がパーフェクトヒューマンではないですからね。うん。だから、私たちは、 社会生活を作り上げてるわけですから。足を引っ張り合うために集まってるわけじゃないんですよ。うん。だから自分の得意分野で誰かのお手伝いができるんじゃないかなと。そして自分の苦手分野を誰かに手伝ってもらおうかなっていうふうな、そういうふうな共生の環境を作るために社会ってあるわけですからね。と、持論がかなり長くなりましたけども、えー、コメントの方をね、読まさせていただきます。まさかりさん。生活保護のステージ級の返還先を政府交換の年俸から引っこ抜いてしまえば、これいいじゃないですか。このアイデアどんどん出していきましょう。クリスタルソードさん。 辛い状況を告白しようとすると、絶対出てくる、あなたより辛い思いをしている人がいるっていうのに余ったれたこと言うなんでしょ <laughs> 本当や、ね。こんなこと言っちゃダメですよね。クリス・ソウザさんいつもありがとうございます。えー、で、まだよさん、えー。私は重度の障害者で車で移動しています。えー、生活保護を受けたら車を持てないので受けれません。あ、そういう状況もあるんですね。今の生活から乱行を避けたらもう死ぬまで車を持てないので生活保護を受けれません。 えー、政府に特例を出してほしいです。そうそう。だからね、私の言う新生活保護って言ってね、携帯持とうが、車を持とうが、健康で文化的な暮らしを送るんだったら、えー、ね、あの、アニメの DVD 買ってもいいですしね、えー、たまには友達とね、ランチ行ってもいいじゃないですか。それこそ高級ホテルのランチで一食3000とか5000、そんなのたまにやるぐらいは贅沢じゃないですよ。 うん、だからそういう風なね、なんかもうちょっと、今の時代に合った生活保護がね、うん、いいんじゃないかなと思います。あ、あやさちゃん見に来てくれたんで、ありがとう。えー、ちょいまんさん。ニートも生活保護を受けれる話を聞いたことがありますが、今はどうなんでしょうかニートも生活保護を受けれますよ、やっぱり。要するに生活保護の、その、認定を受ければいいわけですからね。うん、だから大丈夫です。 不正受給を減らして本当に困っている人たちに簡単にもらえるようにしたいですね、と。うん。不正受給は、あのー、なくした方がいいんですけども、ただね、ものすごい少ない割合で不正受給があるんですよ。だから、すごいちっちゃい割合の不正受給を減らすことが一生懸命になるよりも、正当に受ける権利がある人が受けれないっていう現状を、これを是正した方が、結局、トータルで不正受給の割合ってどんどん減っていくってことになるんじゃないかなと思うんですよ。まあね、あのね、不正が起きるのはね、もう、避けらんないですよ。 うん、だからそこは、許すんじゃなくて、見逃すんじゃなくて、一部しょうがないよねっていう形で、うん、まあ、なんぼかね、過ぎすんのがいいんじゃないですかねで。不正受給って言うんだったら、何ですかね、あの、今、有罪になった河合安里の不正受給の方が、歳費に毎月200万入ってるわけでしょあっちの方も大変した方がいいですよね。あ、もう明らかな不正受給だと思いますよ、あんなのはね。えー、しんすけさん、ガキの頃に、お兄ちゃんなんだから我慢しなさいと言われたのを思い出した。これもありますよね。 うん、このしつけが、なんか、こうそうする人はいいと思うんですよ。でもそうじゃない人に対しては別の声かけがあってもいいですよね。えー、桜さ,さん、新生活護ですよね、と。はい。そうなんです。私が提唱しているのは新生活護です。新しい生活護の提案なのに、批判は変ですよ、と。 旧生活保護、新生活保護の批判の話なら、ああ、比較の話なら批判があってもいいと思いますが、提案なんだから批判のコメントは変です。それなら新生活保護の提案の話は進めることはできません。以上。うん。ありがとうございます。なおこさん、こんちくワン。ああ、こんちくワン。<laughs> えー、のんちゃん。 久保先生、こんにちは。あやさちゃんの言ってることよくわかります。僕も長く生活保護を受けてました。生活が制約を受けるのは仕方がないことだと思いますが、役所の人に偏見と仕打ち、生活保護に理解のない人々の見方あ、子供の学校の先生でさえ理解のない人が多いです。この国はもう本当に終わりですよ。もう死んでも生活保護を受けたくありません。ねえ。せっかくのね、制度なのに、もうその制度を受けたくないですよって言わせるような生活保護って何なんですかね。<laughs> はい、えー、生活をご利用してくださいと、菅氏はワクチンしましたが、役所の係の方々で、本当に苦しい方々を断り、二度と役所へ行かず、若い方と子供が餓死、こんなことは報道など、騒がない今、誰かに伝える形に、えー、ご隠居様が常に人々を助けたいと動画にて伝えています。真剣に国民は考える時です。そうですね。えー、まちこさん、こんにちは。また自殺がありました。投身自殺です。 若い方です。辛すぎます。これでも国はスカウトしないんです。私は戦います、最後まで。戦います。怒りしかないです。最後は暴動だと、国会中継のチャット仲間と話してます。許せない。うん。えー、ちょっとね、この暴動という言葉はね、慎んだ方がいいんですよ。要するに、これはね、なんか、んなんか危ない、危ない、何、反社会勢力の烙印をされて、とんでもないことになるんでね。私もね、使いたい言葉はあるんですけども、控えてますんで、えー、身の安全のために、まあ、因号を使っていきましょう。 え、らさん。苦しい、辛い、死にたい、人の思いは比較できません。どこで線引きするんですかその人が、どん底ならどん底だし、辛いなら辛いんです。比較するのは間違いです。偏見です。なら、その人に、そのくらいでとか言われたら、どんな気持ちになりますかあなたに何がわかるのって攻撃しませんか腹が立ちませんか辛いのも苦しいのも人それぞれです。比較すること自体が偏見です。自分でどん底で、 辛くて苦しかったらそんなことは言えませんと。本当の苦しさは本人しか分かりません。どれだけ絶望し、どれだけ苦しんできたのか本人しか分からないと。そうですよね。やっぱりね、こう、人の気持ちを思うばかりっていうねあの、本当に人間として一番大切なことがありますよね。あの、ドラえもんに出てくるのび太くんっていうのはね、あの、静香ちゃんのお父さんにこういう評価を受けてるそうなんですよ。あの、のび太っていう青年はね、と。人の悲しみを悲しんで、人の喜びを喜ぶことができる、本当に素晴らしい 青年だよと人間の一番大事なことはそういう気持ちなんだよって言われてましたけども、まさに私もそう思いますね。えー、人間はね、やっぱり感情の生き物であり、共感の生き物ですからね。えー、そしてあの、自分の苦痛を耐え抜ける人は自分一人で耐えていけばいいんですよ。それはね、それで素晴らしいことなんですよ。ただね、あの、何ですかね、147日連続で働いたとどうだろうみたいなことを自慢したりとかね、あの、不眠気球で働ける自分のことを人に押し付けたりとか、それぞれ違うんですよね。やっぱ耐久力ってみんな違うんでね。 それから価値観もみんな違うんで、多様性のある世の中に、自分とは違った強さ弱さを持っている人がこの世の中に住んでいるってことをお互いに認め合っていくっていうのは、どうですかねいいんじゃないかなと思いますけども、もっともっとね、お互いを認め合えるようになるといいなと思っております。じゃあ今日はそんなところですかねありがとうございました。